おい、おい、おい、この中に君は犯人おるちゅうだな、君。あ、ほなら僕は犯人の一人か。まだ後から調べてみなければわからないよ。いや、調べてみて僕は犯人か、君。まず自分の胸に問え。それだったら大丈夫や。よし。あ、よしって偉そうに言うな。しかしね、あ、このどうも倉庫が怪しいんだよ。倉庫が？あ、なんでな。というのはね、米屋の主人は鍵の責任者だろ。ああ、年百年中持ってるもの。鍵持ってるんだろ。ああ、だからここは自由に開くんだよ。開く開く。だからこの倉庫を開いてね、ああ、中にいるかもわからないと僕は思うんだ。いや、中に入るで表から錠前かかったらやないか。中に入られへんやないか。いや、そこに探偵の探偵たるところなんだよ。なんでな、君。親父がね、ああ、鍵でね、開けてね、ああ、中に入って、うん、そうして密かにですね、ああ、密かに密かに、ああ、表から錠、ほらほら、これ待て、中へ入った人間がね、一発表へ出て鍵かけられへんやないか。よし。か、どんなやつは。ほら、待て。おい、おい、君、偉そうなこと言うてるけども、探偵に君、経験あるのか。経験あるってね、うん、僕今でこそ申し上げますがね、うん、大体僕は私立探偵で。私立探偵、うん、探偵か。探偵。おうか、探偵班か。探偵や、うん、探偵や探偵か。軽く扱うな。おどうか、うん、いや、探偵とかから聞き始めやな。僕も言い始めや。そんなおかしいなものですね。シャーロック・ホルムス知ってますか。おう、知ってますが、これは君、英国の名探偵やないか。英国における探偵界のナンバーワン、うん、シャーロック・ホルムス、うん、フランスにおいてはアルセーヌ・ルパン。ルパン、ほら、ほら、ちょっと待て。誰や、これ。あ、聞き君や。え、ルパンっていうのはこれは君、泥棒やないか。あ、ありがとう。いや、ありがとうやねん。これは大泥棒やがな。ほな、もうこれやめますわ。ねえ、探偵やな、君は。しかし、冗談だけじゃないか。これが犯人ということ、君、どうして君、見分けをつけねえ。それが我らの商売で。え、どうかあるがな。僕はね、うん、第一にこいつ、うろんな男と思うとね、はあ、まず足を見ます。足？足。足をじっと見るのか。足、うん、まず第一に足振りの怪しいということに僕は注意をするね。足振り、あ、素振りが怪しいというと聞いたが、足振り怪しいとはちょっと聞かんな。これはね、うん、ご参考までに申し上げておきますがね、はあ、悪いことした人間はね、うん、必ずね、うん、常に傷を持ってます。なこと言うとんな。言うなよ。誰が言うか。なこと言うたら笑われるぞ。当たり前やな、君。笑いもちゃれんで。それでね。それでやれんや。しっかりしようよ。いや、はっきりしてくれ、君。いや、はっきりしてるんだよ。いや、大変ね、男や、君は。こういう事件があった。ほうほう。ある夜更けね、うん、僕が街を通ってるとね、ほう、行く手に当たって、あれーという女の日々。夜中の女の声はものすごいからな。どーんとこれ来たよ。それ答えると思う。思わず耳をそばれた。うん。続いて聞こえる女の日々。あれーと。さながら木綿を裂くような。待て、木綿ってなこと違うな。絹を裂くような、そんないい声じゃないんですよ。そうか、断末魔の叫び声。なるほど。あれ、衛生に悪い声やな、うん、闇を透かしてみるとね、ほう、大の男が、うん、逃げ惑う女を捕まえて、あ、ピストルを振りかざしてめった切り。ほらちょ待て、ピストルをかざしてめった切りってない。めった切りって、それが犯人が慌てているから。いや、君が慌ててんねやな。笑いもちゃれんで。それでね、ほら、いや、はっきりして。いや、はっきりしてね、ちゃんとせ。いや、僕はね、うん、それからどないしてんの。追跡フルスピード。ふん、待てーとお待ちくださいませんでしょ。あ、ほら、お待ちくださいませ。ほら、そんな丁寧な言葉いらんから。いや、それでね、うん、とうとう犯人は逃走した。逃走、お仕事した。というのがね、後に倒れた女はどうなってるだろう。気にかかるがな。残念ですよ。ほっとけんがな。引き返します。うん、残念なことにはね、は、女すでに息絶えております。惜しいな。コンコンと血をあたりをからくれないにすると。すごいね。打っちゃっておけない。そろそろやと思う。急報しなければな。急報、公衆電話、江戸から飛び込む。さっき飛び込んだ。もしもし、まっぴらごめんなさい、よくなっていいのかい。おかしいやな、真似をすな。もしもし、どなたでございますか。何を言うてんねん、君。君がかけてんねやないか。ありがとう。もしもし、ははもし、笑いもっちゃないで。どうしても電話が通じない。はは、君、料金入れたんかいな。いや、料金入れたでね、もし話が長引いてはいけない、わざわざ五円紙幣を通じる。五円紙幣入れてあっち通じるかいな。笑いもっちゃないで、君。やっと電話がかかる。係の方々がずらりっと現状に集まる。なるほど。取り調べ。ええな。しやす。うん。おい、また出て。あ、すみません。
なんで彼女がこうなったんでございましょうかね。そんなおかしいなものよすな。うん。原因をおっしゃる。うん。ははー、これは物取り強盗や。強盗という説もあったんですよ。はだけどね、懐中物が全部整ってますから。なるほど。強盗という説は一遍に覆された。あ、そうか。はほんなら、怨恨やな。怨恨。うん。怨恨という説がかなり多かったんだよ。だけど僕はね、うん、周囲の事情から考えて、これは地上関係であると睨んだ。なるほど。地上関係。地上関係。どうしてわかんねえんだ。道の上に転がってるから。また変なこと言うな。いや、それでね、それでやれ。僕は初めから。危ないがな、危ないがな、しかしな、おい。大変なことすな、おい。